最新のデジタル技術を一堂に集めたイベントが日本科学未来館で開幕しました。今年は五感を使ったコンテンツが多く登場しました。このイベントは経産省やデジタルコンテンツ協会が主催したもので今年で3回目です。クリエーションと技術と産業というこの3本柱をですね、目に見える形で提示してみようと、五感についてのいろんな可能性の模索っていうのは今回の展示の中にも見られます。会場では CG や 3D などを活用したおよそ70点のデジタル技術の体験ができます。こちらの 3D はまず肉眼で見ることができます。そしてこちらの装置を指につけるとキャラクターをあたかも触ったように感じることができます。キャラクターに触れると指先にはめたベルトが振動して触ったように感じます。その触れなかったものを実際に触れているかのような感覚を与えられるので、そういったアートや博物館とかそういう方向への発展も望めるのではないかというふうに考えております。こちらは見た目と匂いを変化させて食べた時の味を変える装置。食べると匂いが発生しプレーンクッキーの味が変化したように感じます。あ、本当にチョコレートクッキーを食べているような感じがします。将来はダイエット食品などへの応用が期待されています。このイベント17日の日曜日まで開催されています。